クトリー。はい、どうもビタズファクトリーの、工場長ビタでございます。よろしくお願いします。もうね、まとめて前回から、動画を撮っております。今回は40mm150mm、F4 から F5.6 というレンズを紹介 していきたいと思います。キットレンズの、望遠ズームレンズですね。マイクロフォーサーズの画角でいうと80から、300という、まあ、立派な望遠レンズになっておりますが、使いやすいっていうか、ほとんどこれ使ってますね。このフォーサーズ使うときはやっぱりフォーサーズっていうセンサーサイズ考えて望遠の方が使い勝手がいいんですよね。描写音はしっかりしてますね。最短撮影距離で、撮るとですね、最短90センチかな、なんですけど、最短で、望遠側で撮ると背景も結構ぼかせるし、ということで、フルサイズには及ばないですが、まあ、それなりにいろいろと表現はできるレンズなのかなっていうふうに感じております。絞りバネの枚数は何枚やろ、分かりにくいな。ちょっと後で動画をね静止して確認したいと思います。文字で入れます、何枚か。あんまり40で撮ることはなくて、やっぱり最大に伸ばして、撮ることが多くなります。こんだけでもでかくなるんですね、長くなるんですね。なんでちょっとね、他のカメラと一緒にぶら下げてると怖いんですけどね、ここをガツンと当たって壊れそうで気をつけながら使ってます。まあレンズ自体軽いし、フォーサーズやっぱり軽いなと。本体まあそんなにめちゃくちゃ重たくはないです。もちろんミラーレスに比べると重たいですけど、フォーサーズ機楽しいなと。シャッター音テンポがいいんですよね。なんかこう楽しくなってくる感じはすごいありますので、最近よく使っております。では 40mm から 150mm、ズームレンズの作例を公開したいと思います。割と動画の投稿本数少ない日々がというか少ない、期間が続いてますけど、その分作例は、たくさん取りためておりますので、またお時間許す限りご覧いただければなと思います。では、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。作例をどうぞ。